こんばんは。こんばんは。ハレリア、アメン。こんばんは。こんばんは、ハレリア。6月23日金曜日夜の電動放送です。こんばんは、ハレリア。今日も暑い 日でしたけれども、今日もいい天気だったですね。いい天気で暑かったです。明日も暑そうな感じですが、でもまああれですね、空梅雨なのかな、空梅雨で、やっぱり梅雨っていうのは若干温度が低いので私好きですね。まあ雨降らない方がいいですけれども、まあ温度が低いです。早くに亡くなってしまった人の人生にはどんな意味があるんでしょうか。まあ、全てのことに意味がありますね。全てのことに意味があります。はい、にゃおこさん、こんばんは。ジョナサンさん、こんばんは。はい、こんばん、こんばんは。ハレリア、アメン。今日はですね、ちょっと タイトルがなくて申し訳ありません。タイトル意外と大変なんですね。やっぱり祈って考えるんですけども、なかなかインスピレーションがない時もあります。はい、イネさんこんばんは。はい、イネさんこんばんは。そうですね、では今日特別何か、そのアナウンスはないんですけども、そうですね、じゃあ皆さん質問から、質問コーナーからいきましょうか。信仰的な質問お願いします。はい、質問コーナースタート。はい、さかなさんこんばんは。さかなさんこんばんは。信仰的は一時的でもいいですか。いえいえ、信仰はですね、最後まで信仰を持たなければダメなんですね。今信仰を持っててももし、その将来ですね、信仰を捨てたらば天国に行けません。ですから信仰というのはイエス・キリストを信じることですけども、それは最後の最後まで、最後の最後まで信じ続けなければダメなんですね。ジュランサンさん、アメンとアメンとはどちらが正しいんですか。アーメンですね。アーメンのが正しいです。はい、しちゃさん、こんばんは、しちゃさん。豊田議員も悔い改めば救われますか。はい、悔い改めてイエス様を信じれば救われます。町田は住みやすいですか。玉川県は住みやすいですね。皆さん朝の放送で分かると思うんですが、
とても住みやすい町です。カトリックはどうお考えですか？私はプロテスタントのカリスマ派ですね。ぜひ皆さん、油注ぎのある信仰、プロテスタントのカリスマ派に皆さんなっていただければと思います。町田には教会が結構ありますが、信仰はあるのですか？信仰のある教会もあります。プロテスタントのカリスマは本流です。そうですね、プロテスタントのカリスマは本流です。行ってはいけない教会はあるのでしょうか？私はカリスマ派をおすすめしますね。油注ぎの時ってどんな感覚ですか？そうですね、まあ、いろんな油注ぎがありますけど、体験していただくしかないですね。七者さん、牧師さんは神父さんのような黒い服着ないんですか？持ってますけど着ません。結局と再臨の違いは何ですか？空中再臨の時に景況があると考えますね。音が小さい。ちょっと待ってください。子供9人もいるって本当ですか？本当です。毎日が辛いです。助けてください。その辛いのはですね、辛いのは悪霊によって、苦しみを受けてるんです。ですからイエス様を信じて悪霊を追い出しましょう。ジョランサンさん、なぜ世の中に悪霊があるんですか？天国から堕天使が来ましたね。それが悪霊です。今晩からバンクーバーでカナダギャザリングが始まります。そうですか。USS さん、じゃあURL を貼っといてください。今晩から、バンクーバーでギャザリングがあるそうです。旧約も必要ですか？はい、旧約聖書も必要です。神様はどんな形に見えるのですか？難しい質問ですね。イエス・キリストは神の似姿だと書いてありますね。
イエス・キリストは神の似姿です。魚さん、人間が罪を犯さずに御使いだけが堕落した場合があったとしたらどうなっていたと思いますか？人間が罪を犯さなかったらどうなってたか、アダムとエバが罪を犯さなかったらどうなってたか、わかりません、わかりませんね。キリエさん、こんばんは。十字架は偶像崇拝ですか？いや、私は十字架は偶像崇拝だと思いません。地獄ってどんな場所ですか？分かりやすく表現してください。永遠の刑罰、永遠の拷問、永遠の苦しみ、永遠の絶望です。暑くて、そして、暗くて、そして臭いところですね。ものすごいいろんな苦しみがあります。いろんな苦しみですね。もう地獄は行ってはいけません。もう出れません、ね、もうその永遠に出れない監獄、永遠に出れない監獄、永遠に苦しむその場所です。しかし残念なことに多くの人が地獄行ってしまいますね。多くの人が地獄に行きます。ですから皆さん、ぜひ、地獄に行く前に、地獄に行く前に悔い改めてイエス様を信じましょう。地獄に行ってはもう遅すぎるんです。地獄に行ってはもう遅すぎます。今がチャンスなんです。本当に今がチャンスなんです。もう地獄に行ってからでは救われません。地獄に行ってから出ることができないんです。もう永遠にそこにいるしかないですね。永遠にそこにいて永遠に苦しむしかない。皆さん、本当に多くの人は地獄を知らないんですね。地獄を知りません。地獄の恐ろしさ、地獄の怖さを知りません。ぜひ皆さん、地獄をですね、直接見せることはできませんが、でも皆さん、ぜひ少し考えてみてください。天国があるのか地獄があるのか少し考えてですね、その聖書は天国と地獄があるということを言っています。私たちは、神様に対して、罪を犯すならば、地獄に行くしかないのです。犬は従順、猫は自己中とおっしゃってましたが、猫は悪霊を荒らすのでしょうか？いや、悪霊を荒らしてるとは思いませんね。にゃおこさん、キューちゃんは何歳の時に英語をマスターできましたか？英語を学ぼうと思ったきっかけなどありますか？その子供がですね、公立学校に辞めさせて、宣教師の子供たちが行ってる、チャースクールみたいなところに行かせたんですね。その時にですね、英語の学校だったので、どうしてもですね、英語で喋る必要性が出てきたんですね。で、38から英語を始めました。マスターはできてませんね。マスターできてませんけど、もうかれこれ30年、かれこれ30年近くかな、30年ぐらいやっております。旧牧師、極楽と天国はどう違うのですか？私は仏教の極楽はキリスト教の天国を真似たんだと思いますので、
結局同じことだと思います。イエス様を信じたら英語がぐんぐん上達しました。アメン。ジュラサンさん、38歳から英語始めたんですか。そうなんです。必要に迫られて38から英語を始めました。子供急に英語を話すの、子供たちは英語は得意ですね。お年寄りも上手です。子供は公立学校行かせない方がいいんですか。私はね、進化論を教えたり無神論を教える公立学校は行かせない方がいいと思いますね。チャーススクールかホームスクールがいいと思います。チャーススクールかホームスクールですね。菊池さん、こんばんは。今日も学びに来ました。アメン、アメン。もう英語の授業放送いらないんですか。そうです、あれ結構大変なんですね。申し訳ないんですけど、当分やりません。僕は小学校から登校拒否だったので洗脳されなかったんだと思います。菊池さん、そうですよ、本当にそうです。イエス様、今日もいい一日でした。アメン。英語授業のノート、今でも大切に取ってます。アメン。人間は真の十意志を持っていますか？人間は真の十意志を持っているか、真かどうかはちょっと分かりませんが、重視を持っています。重視を持っています。イエス様のおかげで楽しみを見つけたエンジェルさん、アメン。アマゾンで聖書を買って毎日読んでます。アメン。イエス様は日本語わかりますか。わかると思います、ね、許されない罪とは何ですか。聖霊を冒涜する罪ですけど、昨日もちょっと話しましたけど、ちょっと難しいです。説明が難しい。今日はですね、綺麗な花がありますよね。綺麗な花ですね。キリスト教とイスラム教は起源が一緒と聞いたんですか。いやいや、違います違います。
花を見ると進化論は嘘だと気づきますね。菊池さん、アメン、アメン。おすすめの本ありますか？信仰書のことでしょうか？信仰書たくさんありますよ。信仰書のおすすめの本たくさんあります。僕も古代イスラエル人のように割礼をするべきですか？いえいえ、しなくていいです、しなくていいです。花は枚数がきっちり決まってます。偶然できることはありえません。アメン、アメン。なぜイエス様は弟子を取り始めたのですか？人を救うためですね。人を救うためです。イエス様の弟子になって、イエス様から学んで人は救われるのです。ですからクリスチャンは、クリスチャンはイエス様の弟子と言えるでしょう。私も、弟子です。皆さんもイエスキリストの信じるならばイエス様の弟子になります。イエス様の弟子になれて幸せです。アメン、アメン。イエス様のために働いて納得したとき鬱が治りました。素晴らしい、素晴らしいですね。キューちゃん、イエス様に出会えて何が大きく変わりましたか？いや、もう全てが変わりましたね。全てが変わりました。もう価値観から、ね、もう世界観、人生観、全部変わりました。ごめんなさい、延長忘れてました。はい、すいません、危なかったですね。延長忘れてました。まだ延長できてないですね。これで大丈夫かな。旧牧師、以前はどんな価値観だったんですか？この世的ですよね。肉的な価値観、この世的な価値観です。旧ちゃんが100歳になっても伝道してできますように祈ってます。ありがとうございます、ありがとうございます。ジョナサンさん、お盆はあと数ヶ月ですが、どうしたらいいですか？墓参り行かないでくださいね。墓参り行かないでください。キューちゃんは初めての油注ぎ覚えてますか？多分中絶を悔い改めた時じゃないかなと思いますね。キリュウさん、汚れは罪に入りますか？いや、罪の結果汚れるということですね。罪の結果汚れます。お盆という存在を否定し忘れることが大事だと思います。
お酒とタバコは少しもダメですか。そのお酒とタバコをやめないとクリスチャンになれないということではもちろんないですね。お酒タバコをやめなくてもクリスチャンになれます。なれます。そしてクリスチャンになると、クリスチャンになって油注ぎを受けるとお酒とタバコをやめたくなってきます。イエス様はすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださる素晴らしい方です。アメン。私たちは聖霊を礼拝するべきですか。三位一体ですからね。三位一体ですから、父子聖霊を、礼拝すると言ってもいいでしょう。父子聖霊を礼拝します。菊池さん、僕はクリスチャンですが、最初はタバコを吸ってました。でも3日目からタバコがまずくなりやめました。アメン。アメン。吉尾さん、キューちゃんは日本は偶像崇拝の結果戦争に負けたのだとおっしゃられていますが、エルサレムの神殿跡にイスラム教の岩のドームが建てられています。これはキリスト教が偶像崇拝でイスラム教は正しいということですか。いや、全然違います。全然違います。それはですね、また別な意味がありますね。別な意味があります。はい、ゆうすけさんこんばんは。ゆうすけさんこんばんは。偶像崇拝の結果戦争に負けたのではなく、戦争してしまったのが正しいのでしょうか。両方ですね。両方です。偶像崇拝をしたから戦争したし、偶像崇拝したから戦争に負けたのですね。マリア像に祈るのは偶像崇拝ですか。プロテスタントではそう考えます、ね、アイドルの結婚発表どう思いますか。やっぱり信仰結婚でないといい結婚できません、神の愛がなければ、神の愛がなければいい結婚ができません。この世の結婚は失敗します、この世の結婚を愛し合うことはできません。今韓国が慰安婦問題で謝罪を求めているのに、日本はなぜ、謝罪意地を張って謝罪しないのでしょうか。プライドですね。プライド、プライドです。
そう、イエス様を崇拝していないのに教会で結婚式を挙げるのはおかしいですよね。その通りです。なるほど、聖夜の謝罪ができる国になってほしいです。小林真央さんは結婚する前はプロテスタントの教会に行ってたというなんかブログに書いてあるそうですね。にゃおこさん、韓国の中で賛美歌の中で好きな曲は何ですか？サンビッシュいいですね。サンビッシュたくさんありますよ、たくさんあります。愛の力とかね、愛の力、パワーオブラブとか、聞け我らの賛美とか、心の目を、心の目を開いてくださいかな。はい、それではですね、角部行きましょう。なかなか角部うまくいかなくて申し訳ありません。はい、もうすぐリバイバルが来る角部、もうすぐ日本に、リバイバルが来る角部。ちょっと音がなかなか出なくて申し訳ないですね。脱日本の自虐史観はどう思いますか？私はですね、自虐史観の方なんです。私は自虐史観の方ですね。はい、それでは歌詞タイムいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、何がいいでしょうか。イエス様を信じて、いろいろな悪習慣をやめることができたかし。あ、竹谷さん、おはようございます。キューちゃんが影響を受けた牧師さんは宣教師さん以外でいらっしゃいますか？そうですね、私はリック・ジョイナーですね、リック・ジョイナーから影響をかなり受けましたね。リック・ジョイナーですね。はい、イエス様を信じて、いろいろ大きく変わった証、
悪習慣をやめることができた証し、イエス様を信じて、心が平安になった証し、スタート。みかんさんこんばんは。みかんさんこんばんは。みかんさんはですね、Facebook 伝道ですね。Facebook 伝道を始めました。ね、Facebook 伝道ですね。菊池さん、人は自分のように愛せるようになった。人を自分のように愛せるようになった。アメン。拓也さん、イエス様に祈りを捧げたらぐっすり眠れるようになった。寝すぎてしまいます。アメン。イエス様に祈りを捧げたらぐっすり眠れるようになった。寝すぎてしまいます。菊池さん、ツイッター伝道をしてみようかと考えています。アメン。ツイッター伝道いいですね。ゆうすけさん、母親が退院して元気すぎて疲れます。いいじゃないですか、お母さん元気なのは素晴らしいことです。在特会をやめることができました。ぎっくり腰が完治しました。たくやさん、今日の夜もポスティングに行きます。この放送を一度でも見たら天国に行けますか、エンジェルさん。いえいえ、本当に心から悔い改めてイエス様を信じないと天国に行けません。イエス様を信じて、イエス様の弟子にならないと、ね、イエス様の弟子にならないと天国に行けません。ずっと日本人から差別を受けてきたけど、イエス様に救われました。アメン。アメン。十字架を見せてくださいませ。ハイビスカスですね。これ増加です。増加ですけどハイビスカスだと思いますね。
ごめんなさい、質問が。スノベマスターできたらホルンなど金管楽器が吹けそうですね。私は木管楽器でした。あ、そうですか。そうですね、牧師は夜は外配信やらないんですか。夜はあのクリスマスの時とか、あの来月の28、29で夏祭り対抗配信の時に夜配信をします。夜は、ですね、来週の火曜日ですね。来週の火曜日は夜からやる可能性があります。来週の火曜日の夜はちょっと遅れて始まります。来週の火曜日8時からはですね、ちょっと遅れますので、一応、連絡しておきます。ジョナサンさん、トランペットやってます。そうですか。トランペットやってます。旧牧師は日本人が失った日本の心を持ってると思う。あ、嬉しいですね。嬉しいです。信仰心あれば何も怖くない。アメン。キューちゃんの行動こそ本当の大和魂です。僕の良い見本になっています。ありがとうございます。アメン、アメン。信仰するには何が大切ですか。信仰するには何が大切。信仰するには何が大切。そうですね、一言で何が大切。まあイエス様の教えがいろいろあります。イエス様の教えをしっかり守ることが大事だと思いますね。イエス様の教えを守ることです。牧師様は A でも B でもなく、なぜQちゃん牧師なんですか。これはですね、私がアマチュア無線やってる時に、あった、言われていた、ニックネームなんですね。そのアマチュア無線とネットで非常に似てるので、そのままニックネームをそのまま つけています。宗教争いをなくす方法を考えています。私たちは迫害されると書いてありますから、それは、そのこの世が、ね、この世が悪魔の国ですから、そこで伝道すれば必ず迫害がありますから、それは最後の最後まであるんです、ね、予言にそうあるんです、反キリストにクリスチャンは、迫害を受けます。大事なのは命を
ね、かけて命をかけてその信仰を保つことですね。拓也さん、お祈りをするときには声出した方がいいですか？どっちでもいいですね。どっちでもいいです。ゆうすけさん、母親が糖尿病の注射を打たなくて良くなったのですが、ものすごい食欲でまた逆戻りしそうで怖いです。あー、そうですか。 A さん、私は今まで悪いことをしてきました。イエス様どうか許してください。はい、 A さん、許されますよ。許されます。教会に行くとき和服はダメですか？いや、いいと思いますよ。和服がダメなんていうことはなくて、和服でもいいですよ。この放送を見て暴力を振るわなくなってきた。アメン。教会に行くとき和服はいいですが、日の丸とか書いてある服装は控えた方がいいですね。そうですね。僕は31歳で働いたことがないです。イエス様はどう思いますか？イエス様は愛してますよ。イエス様は、私のために働きなさい、私のために働きなさいとおっしゃっています。拓也さん、勇気が出ません。今日も神に祈ります。アメン。高谷さん、今日は自転車に乗ってちょっと遠出したいと思う。アメン。はい、ありがとうございました。それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージいきましょう。真央さんはですね、結婚する前は教会に行ってたんだそうですね。結婚がきっかけで教会に行かなくなっちゃったんですけども、とても残念だと思いますね。教会に、行き続けて欲しかったと思います。私たちはですね、真理を学んでいます。真理を学んでいます。私たちは、その、聖書に書いてあることは、本当のことなんですね。多くの人は、聖書を知らずに、真理を知らずに、その、闇の中を歩んでいます。拓也さん、神に祈ると体が楽になります。牧師の放送はいい薬です。アメン。
ジョナサンさん、人生の過去はなぜ間違ったことをしてしまうんだろうと後悔することばかりだと、悔い改めるようになった。以前は、何をしてもうまくいかなかったけれど、今は信仰でハッピーハッピー。がんが治ったという証し動画があります。本当に信仰でがんが治るのです。しちゃさん、信じます。アメン、アメン。私はですね、38年、信じてから38年経ちます。そして、信仰はます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 確信しています。38年信仰を持ってたこと本当に感謝します。そしてますますこれからもっと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 確信を欲しいのです。もっともっと真理を学びたいのです。そして、多くの人に、この素晴らしい方、本当に、素晴らしいお方イエス様をですね、述べ伝えていきたいんです。皆さんもだんだんイエス様のことを分かってきたと思いますが、皆さんも一緒に学んでいってほしいと思います。ゆうすけさん、最近深い祈りができません。どうすればいいですか。イエス様に焦点を当てる必要がありますね。私たちはイエス様の心、神様の心に焦点を当てて、焦点を絞る必要があります。キュウちゃんと一緒に学び成長できることをイエス様に感謝しています。タカヤさん、牧師様は38年間で大きな病気はされてないのですか。ですね、アイススケートで手首をちょっと折っちゃったことがありますけど、それ以外では大きな病気怪我はないですね。大きな病気怪我がありません。ダマスカスについて知っていること、エゼキエル38章によると、これから近いうちにダマスカスは廃墟になる予定ですね。まあ、とてもそれはダマスカスに住んでいる人にとっては、怖いことですけども、エゼキエル38章じゃな、ごめんなさい、イザヤ17章だったかな。イザヤ17章に、エゼキエルがじゃなくて、ダマスカスが廃墟になるという予言があります。ですから私たちはダマスカスの人が死なないように、ダマスカスから離れるように祈る必要があるかもしれません。ユースケさん、クリスチャンホームに育って42年になりますが、洗礼を受けてから20年になります。本当に皆さん一緒に放送に来てくださって、一緒に学べること本当に感謝します。キュウちゃん、食事前にイエス様に祈ってから食べるととても美味しく感じます。アメン、アメン。私たちは全てのことを感謝して、することですよね。食事も、全てのこと、神様に向かって感謝して、食事をしたり、また何かをするときも感謝することが大事です。私たちは、神様に与えられ、神様に生かされて生きているのです。当然ではないのです。当然ではありません。神様の恵みであり、神様の憐れみなんです。
私たちは感謝すべきです。拓也さん、例えば今サタンに取り憑かれている人が死ぬ1年前にクリスチャンになったら天国に行けるのでしょうか。5分前でも10分前でもイエス様を信じたら天国に行くんです。死ぬ5分前でも10分前でもイエス様を信じれば天国に行けます。あの世と天国の違い、まあ、あの世というのは天国と地獄がありますね。天国と地獄があの世ですから、地獄もあの世ですね。地獄もあの世、天国もあの世です。はい、私もそういう終末医療を受けている人に伝道した、してしましたね。ゆうすけさん、今も信仰があるのは神の恩給だと思います。たくやさん、なるほど、私も天国に行けますね。アメン。天国に行きたいと思ってください。行けると思ってください。寝たきりの方の身元で伝道した話は感動しました。アメン。あ、もう時間ですね、ごめんなさい。今日の放送を聞いて天国に行きたくない、地獄に、あ、ごめんなさい、地獄に行きたくない、天国に行きたい人、天国に行きたい人、アメンと言ってください。イエス様を信じて地獄に行きたくない、天国に行きたい人、アメン、アメン。あ、ごめんなさい、音調ですね、音球じゃなかった、音調。天国に行きたいです。天の父様、どうぞ、アメンと言った方々が、天国に行けますように、天国に行けますように。私たちは永遠の天国、永遠の天国を目指します。イエス様が天国から私たちを迎えに来てくれました。私たちは、イエス様が、迎えに来てくださって、十字架にかかって死んでくださって、私たちを天国に連れていくために、罪を許すために、罪を許すために身代わりになって死んでくださいました。どうぞイエス様、感謝します。十字架に感謝します。私たちを救いに来てくださったことを感謝します。どうぞアメンと言った方々が、しっかりと確実に天国に行けますように、確実に天国に行けますように、守ってください、導いてください、罪を許してください。今アメンと言った方々が、確かに確かに確かに、天国に行くことができますように、助けてください。まだまだイエス様を信じてない方々、これから救われますように、これから救われますように、一人でも多くの人が救われますように、日本人を救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございました。明日は土曜日ですから、ツイキャスト YouTube です。それではおやすみなさい。シャローン。おやすみなさい。シャローン。シャローン。シャローン。